はい、皆さんどうもこんにちは。本日なんですけども、相鉄で最も速い私別だと思うんですが、この横浜から海老名までを約30分で結んでしまいます。特急のご紹介です。で、今一つお隣の平沼橋を通過。今回はこの相鉄線の、この本線ですね、この横浜から海老名までの区間を、ご紹介したいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。さあ、湘南新宿ラインの列車とすれ違っていきます。全部で15両です。 E231系と E233系をなんかどうやら連結しているような感じがするんですけども、反対側の列車は全部で10両ですかね。今のはちゃんと確認ができませんでしたが、まあ10両と8両編成とかの運転があったでしょうか。さあ、相鉄の今ね、この西横浜を通過していますけども、なんか右側になんか2つの列車が止まっていました。ちょっとね、何の系統かはちょっと分かりませんでしたけども、まあ色的に言うと、まあ1万2000系か2万系か2万1000系でしょうかね。今すれ違ったのは急行だったかな、ちょっとちゃんと見てませんでしたけども、まあ多分9000系とかじゃないですかね。ちゃんと確認しておきましょうね、こういうことだってちゃんと自分に言い聞かせていくんですけども、相鉄では現在8000系、9000系、1万系、1万1000系、1万2000系、あとは2万系と2万1000系などなどが運転しています。さあ、天王町駅、多分この読み方で合っていたでしょうか。ホームドアはついておりませんけども、この相対式ホームがね、2つ並んでいまして、とても立派なホームです。ホームドアはどうやらついていない模様でございますけども、多分今後整備されるとは思うんですけどね。ホームドアの整備も進んでいます、このね、日本の鉄道網です。ここら辺高架区間ですから踏切が全くありませんので、もう安全面も、ね、抜群です。さあ、大きく右の方に曲がっていきますけども、なんか線路がたくさん出てきました。次の駅はなんか大きいのかなと思うと思いますけども、さあ、次の通過駅は星川です。星川だよね、確か合っていたと思います。止まっているのは、左側が多分8000系で、右側が1万1000系ですかね。まあ、ホームが全部で島式ホーム2面4線ですから、この相鉄の、ね、中でもとても重要な拠点駅になっていることが、この駅の作りからも、ね、まあ、伝わってくるのではないかと思います。多分各駅停車が止まっていたのかな。ちょうどこの区間ですから、このまま終点の海老名方面に向かう列車もあれば、途中の二俣川から、湘南台方面に伸びていく車両もね、確かこの区間一緒に走っているはずですから、もしかしたらそっちの列車だったかもしれません。そして一つお隣のこのね、はい、和田町でしたっけ、あれ違うな、あれなんていう読み方でしたっけ。多分合ってると思いますね、多分和田町で合っていたと思います。反対側の列車は多分、見た、ちょっとちゃんと覚えてませんですけど、多分1万1000系だったような気がしますよ。そして一つお隣の上星川、めっちゃ噛んじゃった、神かまごまごみたいですね。何しとんねんって話なんですけども、踏切もね、まあ、ところどころにありますけども、まあ、さっきの、ね、あの星川とかの、ね、区間は高架化となっていました。そして最初の停車駅は西谷、なんとね6分なんですよ。9時34分に出発して西谷には9時40分です。なんという速さでしょうか。はい、でこの場所なんですけども、 JR と、ね、直通している線路が出てくるんですね。まあ、JR と直通しているというか、この羽沢横浜国大方面に向かう線路が伸びています。埼京線で使われている E233系、 JR と、ね、まあ、直通してきた列車、多分新宿が始発として運転してきたでしょう。各駅停車の海老名行きです。全部で10両編成です。埼京線の車両すごいですよね。だってね、相鉄にも行くし、反対にも止まってますけどもね、あとは東京臨海高速鉄道臨海線とかね、まあ、本当にもうなんか最近至るとこで見るなっていう印象です。反対側に来たのは、あれは9000系かな、ちょっとリニューアルしてるかはちょっと分かりませんけども、まあ、多分特急だと思いますね。多分さっき急行が行ったんで、ね、多分特急だと思います。あれ9000系って全部リニューアルってされてるんでしたっけ。ちょっとあんまそこら辺詳しくないのでちょっとあれなんですけども、この電車は特急
そして、この今ね出発していきましたこの西谷ですけども、線路が2つ真ん中で並んでいますので、多分この駅止まりの列車も運転することはできると思いますけども、あんまりね終点が西谷って僕あんま聞いたことがないので、ちょっとそこら辺詳しくはないんですけども、まあ、運転できると思いますけどね、まあ、今後ねあの東急とも新しく直通運転を来年の3月からしますので、そしたらねここら辺を東急の車両が走るわけですよ。いやー感慨深いですよね本当に。あ、これは多分8両だから2万1000系ですかね。最新の新しい車両です。通過は鶴ヶ峰です。確か通勤特急とかは鶴ヶ峰も止まったんじゃありませんでしたっけ。ちょっとあんまり記憶はないんですけども、ホームドアがついています。多分ホームドアがついているっていうことは、結構いろんな列車が止まる駅という認識で多分ね合っているとは思うんですが、はていかがでしょうか。そして9時41分に出発しました。そして次の停車駅は二俣川、9時45分の到着です。あっという間ですよ。だってもう5分ぐらいでもうね到着ですから、本当に早いものです。でこの二俣川でこの相鉄泉の線だったでしょうか、線路がここから新しい線路っていうかね、あのもう一つのルートがここで運転していきます。止まっているのは多分2万系とあれはなんだっけ1万系だったような気がするんですけど、どうだったかな、多分1万系だったと思います。もうねなんかねいろんな鉄道に最近乗るようにしていましてね、本当になんかね形式が混ざるんですよ。もうわけわかんなくなっちゃうんですけども、まあ、頑張ってねこれからたくさん覚えていきたいところです。10両編成3番扉の文字が書かれています。どうやら8両編成はこのね僕のいるところには止まらないそうです。各駅停車の横浜行きが止まっています。多分真ん中のホームですから、多分相鉄の泉の線から来た列車で多分合っているのかな、おそらくですけど多分ね合ってると思うんですよ。で線路が4本並んでいまして、この真ん中の2つの線路が泉の線に直通していき、終点は湘南台です。確か湘南台で合ってますよね。湘南台の駅はこの駅はねあの地下鉄のブルーラインですね。ブルーラインとあと何やったっけな、あれだ、小田急の江ノ島線だったかな。いや違う、江ノ島線、違う江ノ島線じゃないな、あれなんていう名前でしたっけ、まあ、とにかくはい、あの地下鉄と小田急と接続をしているのがこの湘南台です。最後めっちゃ適当な感じになりましたが、次の停車駅は大和、9時52分の到着です。またたった、ね、6分余りでもう次の駅に向けて、ね、着いてしまうというところです。本当に早いものです。これがね快速とかになるとね、もうねあのなんだっけ、あのこの列車は西谷から先は各駅に止まりますとか、そういったね列車があるんですよ。だからめっちゃ時間かかるんですよ、いかに特急のね早いか。もうこれはね改めてこの動画でね今こうやって声を入れながら、ね、通過しているところです。通過したのは希望が丘、確かこの名前で合っていたでしょうか。多分合ってると思うんですよね。そして次の通過駅がこれは確かね三つ橋だったかな。なんか三つ橋駅も随分なんかホームの作りがとてもね綺麗ですね。すごいな。でこの次のね駅がおーおーとかそんな話する前に E233 系がすれ違いました。 JR 相鉄線直通の新宿行きでしょうか、まあ、こうやってね今 JR とね直通運転してますから、このような形で緑の車両いますけども、これが今後ね東急線の車両も来るわけですよ。いや本当に考えられませんけども、さあ通過するのは瀬谷駅です。各駅停車の急線系が止まっていました。でもしかしたらなんか東急東横線に直通したら、まあ、どういった車両が来るんですかね。あと東急目黒線に来たらどんな車両が来るんですか。本当にいやバリエーション増えますよ。とても、ね、来年の開業がもうとても今からもう、ね、待ち遠しいところです。で、まあ、さっき通過しました瀬谷の駅もホームが全部で島式ホーム2面4線でしたから、まあ、この駅もとても重要な駅になっていることはもう、ね、見ての通り。1万系とすれ違いました。急降下
特急かな、ちょっとどっちか、多分急行かな。そして次の停車駅は大和です。この大和の駅は地下にホームがあります。島式ホーム1面2線のホームで、1面2線というとちょっとイントネーションがあれだったんで今ちょっと言い直しましたけど、この大和の駅では、小田急と接続ですね、はい、相鉄の、 あの泉の線と接続して湘南台方面に行ったこのね、あの小田急線はこの、あの大和でまた接続を図っています。もう普通にただただこの映像見たらね、もうなんか自分地下鉄乗ってんじゃないかなと思いますよ、ね、こんな地下にね立派なホームがあってホームドアもついていて、いやもうこれ地下鉄なんじゃないかと思うんですけども、実際はまあ相鉄線です。地下鉄とは言わないけども、まあね、まあ、たまたま地下にホームがあったっていうところにしておきましょう。さあそして次は終点の海老名までは約7分です。本当にあっという間ですよね、本当にもうすごいよ。海老名終点です。真ん中には線路が1本敷いておりますから、もしかしたらこの行き止まりの列車とか、まあ、何かね、あの運転時にトラブルがあった時とかに真ん中の線路を使うのではないかと思うんですけども、さあ地上区間に入ります。まあ、相鉄本線で多分ね地下区間なのって多分さっきの大和駅付近だけだと思いますね。これは1万1000系かな、なんかだんだんね覚えてきましたよ、いろんな車両。で今がこの駅は相模大塚かな、相模大塚は線路がね結構分かれまして、多分ね相模大塚だと思うんですけど、合ってるよね、多分ね合ってると思うんですが、あんまり自信ないんですよね、多分合ってるはずです。この先の通過駅は相模大塚、相模の、そして柏台、そして終点の海老名ということになっています。通過するのは相模のです。ここにもホームドアはついているそうですね。本当ホームドアの設置増えましたよね、本当に。いやーね、これ設置するためにどうやって持ってきてるんでしょうかね、本当に気になるところです。もしかしたら列車に入れて持ってきてそこで降ろしてなんですかね。そして次の通過駅は柏台です。この柏台もホームが全部で4つあります。ホームっていうか線路が全部で4本分です。このね赤いライトをつけていますけども、あの列車どこに行くんでしょうかね。真ん中にも階層が止まっていますけども、この柏台のにはですね、相鉄のね柏台車両センターといわれる、まあ、車両基地がありまして、相鉄の中でも多分一番かはちょっとわからないんですけども、まあ、とてもこのね拠点の大きい、まあ、拠点の大きいというか、まあ、とにかく、はい、車両基地があります。もうね拠点です、拠点。あれは何、ああどっちだ、2万かな、2万1000かちょっとちゃんと見えませんでしたね、残念。でね、このもう間もなく海老名に着くんですが、この海老名の前で線路が1本右の方に分かれていきます。これの正式名称忘れましたが、ね、相鉄の厚木線だったかな、確かそういう名前だったと思うんですけども、あの貨物用の線路がね確かあるんですよ、ここの区間って。だから多分ね今右に分岐していったのが多分その貨物用の線路ではないかと思うんですが、さあ終点の海老名に到着です。小田急の線路、小田急の列車がたくさん並んでいます。まあ、今回の動画は相鉄線のねあのご紹介でして、この海老名で終点ということになりますけども、まあ、この後はね僕特急、小田急ロマンスカーの GSE に乗りまして新宿方面に向かうことになっておりますので、多分その動画も今後出るはずです。相鉄の海老名駅って多分今ずっと工事してましてね、今後どういう工事がなるんですかね。相鉄海老名って調べますかね、相鉄海老名、新しい駅舎でも作りますよね確か。もうねずっと工事してるんですよここ、多分しばらく工事続くはずなんですけども、自分が今乗ってきた車両はこの後折り返しの快速になりますから、残念ながら特急の表示をサムネとして撮ることはできませんでしたが、今止まっているこの1番線は特急としてまた運転していきます。オレンジ色の特急であればあのオレンジ色の、表示が
着くんですけども、僕が乗ってきたのは次は折り返しの快速列車横浜行きです。まあ、でこれがこれサムネでもいいんですけどね、全然これね、はい。で反対側のホームはちょっと人が多いんでちょっとあんま映さないでおきますけども、特急お MSE だ。チャン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 、はい、増結あしてましたね。10両編成です。この後は特急ロマンスカーに乗って新宿方面に向かいたいと思いますから、まあ、その動画に続いていきますので、じゃあ皆さんどうも、はい、ご視聴ありがとうございました。ちょうどいいところにね、はい、ロマンスカーが来ました。じゃあ本当に終わります。ありがとうございました。